はい、まずスタートなんですけどね、まあ、9番車の、渡辺哲郎選手もね取り行くんですけどね、まあ、内側から2番の鈴木隆二選手、そして1番の渡辺裕太選手も、取り行くことになったんですけど、渡辺裕太選手はこれは、中段取りですかね、を狙いに行ったと思いますね。鈴木隆二選手を前に取らせて中段ということなんでしょうね。鈴木隆二選手が前に取ってっていうことですね。鈴木隆二選手が前で、渡辺哲郎選手がマークということですね。南関東勢が、中段4車ですね。1番、4番、7番、8番の、ラインですよね。まあ、1番車うまく使ってるよね。そうですね。渡辺選手は、はい、なのでやはり渡辺裕太選手がもう1ランク上に行くにはやはりこういうところで、しっかりと主導権を取って、自分の存在感というかね、南関東の結束力っていうのをアピールしていかないといけないのかなと思いますよね。2車の前を取った鈴木隆二選手もね、俊敏なレースしてますからね、まあ、そこにいい評価をして、渡辺哲郎選手もね任せたと思うんですけど、やはりここ3番の稲毛選手もねやはりバック本数が増えてきて、まあ、強い先行しますから、まあ、後方になりましたけど後方からしっかりと抑えてく、ると思いますね。まあ、その動きに乗ってフォア選手がついてくればライン3勝となりますから、やはりここは、まあ、しっかりと抑えて先行したいところなんですけどね、まあ、1番の渡辺裕太選手が長い南関東のラインを使ってどう攻めてくるかというところが気になるところですよね。鈴木隆二選手前を取りましたけども、鈴木隆二選手からするとやはりしてはいけないことっていうのはやはり、後ろから稲毛選手が上がってきたときに渡辺裕太選手に切られてしまうことなので、やはり早めに来たら、突っ張らなければいけないということですよね。残り2周半前から、稲毛選手が抑えてきたんですけどね、ここに不破選手が乗る形になりました。渡辺裕太選手を横通り過ぎて鈴木隆選手をねまでも通り過ぎて、鈴木隆選手が下がったところ、ここ良かったですよね、うん、ここが渡辺裕太選手、普段とは違うな、いいレースしたなというところですよね。南関東4社を連れて4社で切って先行体制打賞からですね、もう稲毛選手と、鈴木隆選手が取り合ってますから、やはりこういうレースをすれば、これから渡辺裕太選手もね、もっとランクが上がってくると思うんですけど、しっかりとした先行してますよね。一列棒上ですね、素晴らしいですね。いつの間にかね不破選手が鈴木隆二選手の後ろをはまってますけど、うん、ここでもね8番の大塚明選手が蛇行しながら、結構ね牽制も入れてるんですよね。車間を開けていい結束力ですよね。鈴木隆二選手が3番手から、3コーナーからまくるんですけど、ここで鈴木隆二選手7番もね外に膨れて牽制をしながら前に踏んで1着というのはね、やっぱり縦足ありますよね。岡村選手の上を行くわけですから、さすがだなと思いますね。渡辺裕太選手もいいレースしましたし、これは南関東4人が、みんないいレースしたレースになりましたね。どうですかこのレース、吉岡君。いや、 やっぱり渡辺裕太選手のこう、ね、はい、気持ちは、ね、伝わったレースじゃないですか。そうですね、やっぱり難関4人いて、はい、ね、やっぱりしっかり4人で結束できたところに、ね、うん、隙がなかったんじゃないですか、はい、だからそうです、ね、あれ渡辺裕太選手はやっぱり、ね、今まで通りの戦い方すれば、はい、まあ、鈴木選手か稲毛選手はかましすぎて3番手だろうけど、はい、やっぱりしっかり先行する気持ちが伝わったということで、ああいうレースができるから、やっぱもうちょっと大舞台でもあまり勝ち意識せずに、はい、ああいうレースしていって、うん、大事なところで自分の、ね、レースをうまく作っていって4番手とか3番手がまくるっていうのを大事なところですればいいけど、はい、そうですね、しょっちゅうそれしてるからどうしてもね、うんうん、何写真撮ってるんですか。仕事中ですよ。すいません、はい、なんかあの2人のツーショットの間にこのおでんの湯気がいい感じに、はい、あ出てたんですね。とこちゃん、はい、仕事終わったとでもいつでも写真何枚も撮れるから、これサンドイッチ、ね、挟んでちょっとセールな感じが、はい、ね、あそうなんですね、はい、かき混ぜますか一回。かき混ぜて、いいですか、かき混ぜて、一、うん、はい、回だけだぞ、一回で、うん、回ですか、うん、これ前にまだバンクがあるからいいじゃないですか、この前のテーブルなかったら炊き出しですよこれは。本当にまさか私もあの、はい、おでんがこの後ろにあって、うん、私がおでん版になると思ってませんでした。あ、はい、いいおでん版なんですよ。かき混ぜろって言ったら1回しか すくってないですからね、この人。ちゃんと出汁がいくようにやってほしかったんですけどね。さすがいつもやってるから。すごい美味しかった、吉岡さんのおかげで。ありがとうございます。本当にいい出汁が出てます。私が作ったわけじゃないです。これが、まあ、初めに火入れたのは私なんですけど。そうですね。そうだ
ったんですね。まああとその後のユリアちゃんから任されたここでは私はこの辺の日の調整はしましたけどね。すごくやってましたね。こまめに一生懸命喋ってる時にかき混ぜてますけどね。そうですね。